十分に行けたな。いいぞ、バチだ。おりゃ、スピッ、ドンカ。おりゃ、よっ、こっちだ、よっ。
こうしてピッコロのクローンを前にすると、あの天下一武道会を思い出すな。もう随分昔のことだが。今じゃピッコロのやつ、全然悪いやつって感じしねえもんな。確かに、かつての邪悪さは欠片も感じられないな。知ってっか？キッパンを操るもおむつ替えるも、ベビーフードの作り方まで、もう完璧なんだってよ。ピッコロのおむつ？お前とピッコロ、どっちがパンの底かわからないな。そうなんだ。父もピッコロの方がオラよりじいさんだ。そうなんだよじゃないだろ。それと、なんでだ。まあそれはイメージ。まあこのそうだな、ちゃっちゃとこのピッコロのクローンを倒すとすっか。
驚いたな。まさか俺のクローンまでいるなんて。ってことはレッドリボン軍は俺のことせって意外か。最近修行してなかったし、ここでクローンに負けたらシャレ。まあ自分のクローンが相手ならこいつを倒して。Yeah!
似てたら他人には絶対見分けがつかないぞ。18号さんは俺見分けてもらえなかったらショックだな。なんてこと心配してる場合じゃないか。もしここであいつを見失ったら大変なことになる。俺の姿で悪さなんかされたら警察官としてのというわけで。コーポレーションで詳しく検査中よ。生体機能に全く異常はないそうだから大丈夫。そんな不安そうな顔しないで。そうですか。ブルマさんが大丈夫だって言うなら。クリリン、ホラの中にいるあいつも大丈夫だって言ってんぞ。だから心配すんな。だよな。悟空の中にいるお前、お前とはいい。ルン、
なぜ16号は本当にあの16号？そうなんだよ。実は私、最初に16号に会ったから、あの16号。でもよ、そこなのよね。作り直されてはいるけれど。真相は分からんが、今はレッドリボン軍の基地。あ、そうだな。まさか自分のクローンと戦うことになろうとはな。どうやら木のおそらく。しかし自分のことは自分が相手だからこそできる。当たり前だ。お前とは出来が違う。そんなこと言うなよ。そう、ヤツの注意は俺が引く。僕なんだこれ。気のせいだ。そっか。それよりまずは、行くぞ。
クローンもやっつけたし、ブルマさんのところへ戻ろうぜ。ああ、そろそろご飯もねえぜ。あ、父さん、ようご飯。そう、悪い。けど、それに、最近はおめ…まあな。ブルマさんから…おう。それから…父さんたちにリンクしてあなたをこんなことに巻き込んでしまってすいません。これからは